ダンスのクラブチームが日本一を競う大会 USA ナショナルズ in Japan が30日千葉市で開かれ、東京、神奈川、茨城のクラブがそれぞれのクラスでグランプリを獲得しました。この日は全国各地の予選を勝ち抜いたおよそ150チームが参加しました。大会では両手にポンポンを持ってキレのある動きやチームのまとまった演技力を競う部門のほか、ジャズ、ヒップホップなど様々なジャンルの演技が行われました。そして中学3年生以下のメンバーで競うジュニア編成では、躍動感あふれる演技を披露した神奈川県の湘南辻堂オールスターフェアリーズポップが最優秀賞のグランプリを獲得しました。土日ほぼ毎週みんなで力を合わせて頑張ってきてよかったなと思いました。最初は楽しむことを意識してやりました。応援してくれてる方々やコーチのみんなとかチームのみんなに今まで応援してくださったので、ありがとうな気持ちを演技で伝えたいなと思って演技しました。湘南辻堂オールスターフェアリーズポップは11月にフランス・パリのディズニーワールドで開かれるチアリーリングヨーロッパ大会の出場権も獲得しました。高校3年生以下のメンバーで構成するシニア編成では、次々と高難度の技を繰り出した茨城県のつくばオールスターチアバーシティがグランプリに輝きました。もう今までにないぐらいすごい綺麗で、もう本当に最高の一本だったのですごく嬉しいです。朝からみんなの気持ちがすごい高まってて、もう本当にこれで最後にしようっていう気持ちがあったので、多分それで気持ちが一つになってまとまった演技ができるようになってきたんだと思います。つくばオールスターチアバーシティは来年2月にアメリカで開かれるチアの全米選手権に出場することになりました。中学生以上のメンバーで競うオープン編成は、21人が息の合った演技で観客を魅了した東京都のプラネッツダンスカンパニーのグループプラネッツがグランプリです。すごい集中してて、なんか踊ってる時も今日は絶対大丈夫って思って完璧かなって思いました。テーマがギャッツビーっていう映画のがテーマなんですけど、その世界観をお客さんと見てる方に伝えようっていう気持ちでみんなで頑張ってきました。本番前はちょっと汗してたんですけど、ウォーミングアップ終わってからいつも通りやろうってみんなで決めて、とりあえず楽しんで2分半をみんなで乗り切ろうって言ってました。プラネッツは来月アメリカ・フロリダのディズニーリゾートで行われるクラブチームの世界選手権に出場します。